ライフゲイズカンパニー、キリン街に大きなライフゲイズタワーを構える四つ形市一の大企業です。この会社が何だって言うんだ。俺はアントン、バイク屋をしている。半年前に失った便利屋の仲間を探しているのだが、現在共に行動をしている一条くんが手がかりを見つけてくれたらしい。ライフゲイズカンパニーは表向きは総合セキュリティサービス会社で、社長も別の人物を公表していますが、本当のトップはヤントン。兄さんがヤントン。それは俺から便利屋の仲間を奪った俺の実の兄の名だ。じゃあここに私のお姉ちゃんも。おそらく。こうしちゃいられない。今すぐ向かおう。一刻も早くみんなを取り返さなくては。俺は少しでも早く奪われた便利屋の仲間であるアレックス、エミリー、ローリーを取り返したかったんだが。不可能です。得られた情報はトップがヤントンであるということだけ。さすがセキュリティ会社というだけあって、セキュリティは厳重でした。凡人では突破できず、社内に入ることも叶いません。そうか。さすがは兄さん、そう簡単にはいかないらしい。厳重なセキュリティか。どこかに優秀なハッカーがいればいいんだが、こんな時アレックスがいてくれたらな。そこでなんですが、まずはこの天才ホワイトハッカーオールを探しましょう。オールだって。このロゴ見たことあります。一条くんが紹介してくれたのは今注目されている天才ホワイトハッカーだった。だがその正体は誰も知らないという。今すぐ探そう、このオールというハッカーを。はいです。今日の一針、明日の二針と言いますからね。そして俺たちは仲間を取り戻すべく動き出したんだ。私のパパ、いつも帰りが遅くてずっと会えてないんだ。私寂しくて。そうなんだ。僕は大見悟、小学6年生。悟くんのパパは？うちのパパは在宅ワークだから、いつも家にいるよ。そうなんだ。羨ましいな。私のパパも家でお仕事すればいいのに。僕のパパは在宅ワークをしている。だから、いつでも帰るとパパがいるんだ。物は言いようね。在宅ワークってただの引きこもりなだけでしょ。先生、前にも言った通りパパは引きこもりじゃないよ。はいはい、対外的にはそういう設定なのよね。違うって言ってるのに。この人は僕の担任の花里先生。先生はいつも僕のパパを年収0円のニートだと言って笑うんだ。遠足の前の日にも。サトル君のお家は経済的に厳しい状況です。明日の遠足ではサトル君にみんなで少しずつおやつを分けてあげましょうね。え？先生はこうやって僕のことをいつも笑いものにするんだ。それくらい用意できるよ。あら、見栄を張らなくてもいいのよ。だから違うってば。そんな先生には心底うんざりしている。しつこいくらいに僕を貧乏扱いしてくるんだ。あー、愉快だわ。私は花里千尋、小学校の教師よ。私の最近の楽しみは、サトルくんの家のことをネタにすること。私がサトルくんのパパの職業を知ったのは、個人面談の日。いつもサトルがお世話になってます。はい。私は教室に入ってきたサトルくんの父親の格好に驚いたわ。だって、それはどう見ても、個人面談に来るような服装ではなくて。お父さんのご職業は？あ、ハッカーをしてます。ハッカーですか？仕事を聞くとふざけたことにハッカーだと言い出したのだ。職業ハッカー？中二病かっての。こんな格好でそんな嘘、きっとニートなのね。サトルは学校ではどうでしょうか？あー、ダメダメですね。え、ダメダメとは？いや、もう全般的にダメダメですね。何をさせても。え、何をさせてもですか？だから私はこの中二病の父親にはっきり言ってやったの。やっぱり親御さんの影響を受けるんでしょうね。お父さんがまともな職業にお付きになれば改善されるかと。はあ、うん、いい年してニートのこの父親は何も言い返せなかったんだから。翌日。はーい、みんな聞いて。実はサトルくんのパパは昨日の個人面談でハッカーのお仕事をしてるって言ってたの。え、どうして今ここで言うの？私は個人面談でのサトルくんのお父さんのことをみんなに話すことにした。教育のための反面教師としてね。でもね、先生すぐに嘘だって分かっちゃった。さすがに自分で年収0円のニートなんですなんて言えないものね。自分より下の環境で生活してる人間がいる、その事実は私に生きる活力をくれたわ。先生、うちのパパは。はいはい、言い訳しなくていいから。みんなは将来ちゃんとした職業につけるようにちゃんと勉強しましょうね。サトル、
修学旅行用に新しい服を買ったんだぜ。いいな、僕も買ってもらおうかな。最近の教室はもっぱら来月の修学旅行の話で持ちきりだ。だけど、あら、サトル君は修学旅行を欠席にしておいたわよ。え、欠席？先生は衝撃的なことを言い出した。頼んでもいないのに勝手に僕の修学旅行をキャンセルしたらしい。僕行きますよ。え、でも3万円もかかるのよ。父親がニートのサトル君には無理でしょ。そんな、違うって言ってるのに。これには僕もさすがに怒りが湧いた。何を言っても信じてくれない先生に腹が立ったんだ。だから、僕のパパは年収2000万のハッカーなんです。3万円くらい払えますよ。僕は本当のことを言ってあげた。僕のパパはニートじゃなくて年収2000万円のハッカーなんだって。本当に言ってることが中二病すぎて、親も親なら子も子だわ。なのに先生は腹を抱えて笑ったんだ。本当のことなのにどうしたら信じてくれるんだよ。何度も本当だって言ってるじゃないか。そりゃ証拠を見せてくれたら信じるわよ。証拠？父親がハッカーだっていう証拠よ。わかりました、証拠見せますよ。あらあら、強がっちゃって。こうなったら何が何でもパパがハッカーだって証明してやる。ちょっと待っててください。だから先生のスマホをハッキングしてほしいんだ。そして僕はパパに電話をして事情を説明し、ハッカーである証拠として先生のスマホをハッキングしてくれないかお願いした。それは犯罪になるからできないよ。そんなことでハッキングなんて無理だ。だけどパパに断られてしまった。確かにパパはホワイトハッカーであって、犯罪行為を行うブラックハッカーとは違うんだ。何よ、できなかった時の言い訳？何？いいわよ、許可するから私のスマホをハッキングしてみなさい。どうせニートにはできないだろうから。だけど意外にも先生からの援護が入り、先生がそう言ってるんだけど。そうか、わかった、同意があるなら問題ないだろう。ありがとうパパ。はいはい、頑張ってね。パパが先生のスマホをハッキングするって言ってくれたんだ。次の瞬間、 IP アドレスの特定成功。え？あとは4桁のパスコードか。パパはあっという間に先生のスマホにたどり着き、何をしているの？だから言ってるでしょ、ハッキングだって。ロックアウトを解除、ブルートフォース攻撃を仕掛ける。完了だ。何よこれ、さすがパパ。ものの数分でパパは先生のスマホをハッキングすることに成功したんだ。くだらないことに協力してしまったな。だが俺もあの先生には頭に来ていたところだ。これだけじゃ生ぬるいか。あ、何？何なの？全然操作できないわ。だから言ったじゃないか、ハッキングするって。先生は自分のスマホが勝手に動いているのが信じられないみたいだった。だけどパパの攻撃はこれだけではなかった。何ですかこれ？これはオール。パパは日本中のあらゆるディスプレイを乗っ取り、これは明智パイセン、そういう趣味あったんですか？違う、お前のスマホにも出ているだろう。ある写真を流出させたんだ。どうしてこの画像が。あれ、これって先生？それは先生のコスプレ画像だった。映し出されたのは1枚だけじゃなく何枚も。それは全国のいろんな画面に映し出されているようで。ちょっと何なのよ、なんでこの画像が映ってるの？見ないで。先生は僕たちに隠そうとしていたけど、もう手遅れで。先生、ここだけじゃなくて日本全国のいろんな画面に映ってると思うよ。だから今更ここで見られないようにしたって意味がないんだ。先生ってこういう趣味があったんだ。アラサーでこのコスプレって。まあ趣味趣向は人それぞれだし、いいんじゃない？何よ、そんな目で見るんじゃないわよ。先生、パパの職業信じてもらえました？これで先生もパパが本当のハッカーだって分かってくれたはずだ。サドルのパパってすげえな。何者なの？そうよ、年収2000万円って。パパは様々な企業をサイバー攻撃から守るホワイトハッカーのオールなんだ。みんなはパパの正体を知って驚いていた。オールは犯罪組織の撲滅に従事していて、最近ニュースでも取り上げられたばかりだ。だからオールのことはみんな知っている。在宅ワークってそういうことだったのね。サトル君のパパってすごい。かっけえ、今度サインもらってくれよ。それを知ったクラスのみんなは僕にまで尊敬の眼差しを送ってくれて、なんだか照れくさかった。ちょっとサトル君、これ消してちょうだい。先生、もう一度聞きますが、
僕のパパがハッカーだって信じてくれましたか？分かったから、信じるから消しなさい。消しなさい、うん、あ、いや、消してください。こんな先生初めて見たぜ。パパ、ということだから消してあげて。先生、信じてくれるってさ。それから僕はパパに電話をした。そうか、分かった。そして、あれ、消えました。一体何だったんだ。パパは全国のディスプレイを元に戻したんだ。とりあえず助かった。助かったのか。よかったね先生。まったく親遣いの荒い息子だ。だがこれであの先生も懲りたことだろう。ん？はい。あなたがオールさんですね。そうですけど、あなた方は。今までごめんなさい。勝手にニートと思い込んで下に見ていました。ハッカーだって信じます。はい、分かってくれればいいんです。でも先生、もう手遅れかもしれないよ。え？なんかすごいもん見ちまったよな。ちょっと、いや、かなり強烈だったしね。いや、あれはその、あ、違うのよ。何が違うんだよ。先生、もう遅いよ。あのコスプレ画像はすぐに消されたけど、みんなの脳裏に強烈に焼き付いたらしく、先生はちょっと、いや、かなりおとなしくなったのだった。ご事情はわかりました。ライフゲイズカンパニー、強敵ですが、やってみましょう。お願いします。俺たちは調査の結果、ようやくオールに接触、協力依頼にこぎつけることに成功した。これで内部の情報を手に入れることができますね。リモートアクセスツールに正規ユーザーとしてログインします。こうすれば社内の人間と見分けはつかないはず。すごいです。そしてオールは目にも止まらぬ速さでライフゲイズカンパニーのデータベースに侵入を試みたのだが、次の瞬間。何？侵入に気づかれたとでも言うのか。これはアレックスの。現れたのはベンリアのロゴマーク。探している仲間の一人、アレックスが介入した証拠だった。この俺が何もさせてもらえないなんて。アレックスがどうして妨害なんか。もしかしてアレックスさんはすでにあちら側に。いや、まさか、そんなはずは。結局俺たちは何の情報を得ることもできなかったんだ。さすがだね。あのオールでも君の足元にも及ばない。でもいいのかな、かつての仲間の邪魔なんかしちゃって。いいんですよ、今の僕はヤントン様の道具ですから。今回妨害されたのは確かだが、アレックスは決して兄さんに屈したりはしないはずだ。俺は信じてるぞ、アレックス。